デジマート製品レビュー、今回はシングラーサウンドのビートバディミニ2をご紹介します。このビートバディミニ2は足元で操作できる小型のリズムマシンなわけなんですけれども、ミニ2というだけあって先代のミニというのがあったわけなんですが、ミニの方はビートバディシリーズのエントリーモデルだったわけなんですね。でこのミニ2になって上位機種と同じだけのリズムパターン数に増えたということで、たくさんのリズムパターンが入っているわけなんですけれども、どんなサウンドがするのか早速チェックしていきましょう。それではビートバディミニ2の機能を説明していきたいと思います。見てわかる通り、コントロールはボリュームと、セレクターですね、2つになってます。でこちらはドラムの音量だけをコントロールする、ここにつないだ楽器の音量は変わらないですね。でこちらのつまみで押せるようになってるんですけど、押していくごとにジャンル、ソング、テンポって変わっていきます。でジャンルの方が24種類ですね、回していくとたくさんの種類のビートが入ってます。でそれぞれ1個何かを選んでもう1回押すと、それぞれにソングが何種類か入ってます。こんな感じですね。そしてそれぞれのテンポを変えたいときはここで変えていくと、そういう感じになってます。それからこのフットスイッチなんですけど、フットスイッチはスタートストップとそれからフィルを入れたりとか、そういう機能があるんですね。1回押すとスタートして、スタートしている間にもう1回押すとドラムのフィル、それから長押しをすると展開するんですけど、ここに LED のランプがあって、イントロの時はここからフィルが入る時は真ん中が光って、展開する時はここが光って、とそういう感じで、最後2回押すとアウトロになって止まると、そういうような感じになっています。はい、それでは早速音を出してみましょう。まずはジャンルを回して、いろいろありますが、ポップ選んでみます。でこれを、ソングを選びます。ポップは12種類あるんですね。じゃあ6番、テンポはこのままで、起床の方には4分の4節ということが表示されてますね。これでスタートします。1回踏むとイントロが流れてビートが始まりますね。ディスプレイの方には、拍が1拍、2拍、3拍、4拍というふうに出てますね。これで適当なところで踏むとフィルが入ります。こんな感じですね。タイミングをずらすと2拍だけとか、こんな感じ、拍の違うフィルが入りますね。これで長押しをすると展開しますね。今展開のパターンになってます。これでフィルを入れると、さっきとまた違うフィルが入ってますね。これでまた戻します。これでまた戻ってますね。これで2回押すとアウトロが流れて終わります。こんな感じです。それでは実際に演奏しながら、ビートバディミニ2を音を出してみたいと思います。はい、こういう感じで、足で操作するだけでドラムのパターンがどんどん変わっていくので、最初に、ジャンル感とテンポだけ決めたら、あとは自由に演奏ができますよね。ビートバディミニ2には、何百種類ものリズムパターンと音色が入っているわけなんですけれども、全部は紹介しきれないので、ここでは10パターンほど、紹介していきたいと思います。でそれに合わせて楽器を弾いてみたいと思います。
お聞きいただいたように今は10パターンほど弾いたんですけども、これ以外にもたくさんの種類、ジャンル、それからスタイル、それからドラムセットの音色も違うわけで、幅広いリズムパターンが入っていますね。いろんなジャンルの方がいらっしゃると思うんですけども、どんなジャンルの方でも気に入るフレーズがあると思いますし、使いやすいドラムマシーンだと思いますね。シングュラーサウンドのビートバディミニ2をご紹介したわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。やっぱりこのビートバディミニ2の一番のポイントは、小さくって足元でどんどんリズムが変えていけるというところですね。そのリズムが簡単に出せますし、いろんなパターンが入っているということで、どんな場面で使えるかなっていうのを考えてみると、まあ、もちろんまずは自宅練習に使えますよね。それからソロパフォーマンスなんかもできるんじゃないでしょうかね。それからリハーサルなんかの時に急遽ドラムの人が休んじゃったとか、曲作りのなんかの時にもこのパターンがいい、あのパターンがいいっていうのをサクッと出せますので、そういう時に便利に使えるんじゃないかなと思いますね。とっても小型でエフェクターと同じような感じなので、エフェクターケースの中に入れておいて、いざという時に取り出すとすごく便利に使えるんじゃないかと思いますね。ビートバディミニ2、ぜひチェックしてみてください。